はい、こんにちは、116ウィンズです。トレードデッドラインも過ぎたので、本来この時期は朝起きて日課の MLB 関連のニュース確認中に驚くこともさほどないような時期なんですが、これは一体何ですかと。パドレスのフェルナンド・タティス・ジュニアが禁止薬物使用で今日 MLB から80試合の出場停止処分。最初寝ぼけてなんか見間違えたかなと思いましたが、何度見てもあのタティス、あまりの衝撃にマリナーズがケン・ジャイルズを予想外に DFA したのを見逃しかけるほどでした。タティスは今季怪我でここまでレギュラーシーズン1試合もプレーできていませんでしたが、しかしようやくその怪我も癒えてマイナーで実戦復帰も果たし、ちょっと体型が絞りきれていない点不安は残りつつも、今月中には彼のプレーを再び MLB で見ることができると思っていたんですが、まさかの事態ですよ。本当、今季の残り48試合とさらに来季の開幕から32試合出場停止ということで、パドレスがプレーオフに進んだ場合にはプレーオフでの試合数分来季の出場停止は減ることになりますが、少なくとも今季タティスがプレーすることはありませんし、来季も開幕から1ヶ月程度はプレーできないと。パドレスはこの夏トレードデッドラインを前にナショナルズからフアン・ソトやジョシュ・ベル、ブルワーズからジョシュ・ヘイダーを獲得するなど、トレード市場の主役として大補強を敢行し、さらにタティスの復帰も近いということで一気にリーグの中でも怖いチームになるはずだったんですが、チームとしても怪我ならまだしも、このような形でタティスが今季プレーできなくなるとは夢にも思っていなかったでしょうね。タティスはオールスター経験者としては2012年以降17人目の禁止薬物使用で出場停止を受けた選手となります。少し前はマニー・ラミレスや、ここにも載っていますがアレックス・ロドリゲスなどが薬物使用で出場停止を受けたこともありましたが、ただ近年はさすがにそのような愚かなことをする選手、特にオールスター選ばれるような選手では減ってきていた印象なだけに、タティスレベルの若きスーパースターがこのような処分を受けることになったのは本当に衝撃です。個人的には4年前に当時マリナーズでプレーしていたロビンソン・カノーが1回目の出場停止を食らった時並みの驚きですね。タティスほどの才能がある選手なら別に薬の力に頼る必要なんてないと思いますし、何やってんのという感じですよね。またタティスはそもそも今季の大部分を離脱する原因となった手首の骨折についても、オフの間のバイク事故が原因とも言われているだけに、今年2度目のプロ意識にかける行動はパドレスのみならず、ファンの方にとっても失望感が大きいのではないでしょうか。昨年まだフルシーズン戦ったことがないにもかかわらず、チームは彼と14年総額3億4000万ドルの超大型契約を結んで、パドレスのこれからの顔としてタティスにはグラウンド内外で非常に高い期待を寄せていたと思うんですが、バイク事故で長期離脱となって、さらには禁止薬物使用でその期間がさらに伸びたとなれば、がっかりな気持ちが勝るのもやむを得ないでしょう。バイク事故の件について質問された際、タティスはどの事故の話と記者に返したあたりから、これが初めてではない可能性も示唆されており、その時からタティスその意識でちょっと大丈夫と言われていた気もしますが、なんだかなぁと。もちろんタティスはまだ23歳と若く、年相応といえばそうなのかもしれませんが、あれだけの契約を結んだ以上はパドレスとしても彼に責任感のある行動を求めたいところでしょうか。しかしタティスほどの選手が今回このような事態に陥ってしまったのはやっぱり残念でならないですよね。全力プレーすぎるがゆえに怪我が少し多い点がネックでありますが、プレーできている時の彼はこれまでスーパースターらしい成績を並べてきていまして、昨年はわずか130試合の出場でリーグ最多となるホームラン42本、 WRC プラス156は MLB 全選手中4位、ウィンザーオリプレイスメント 6.6、2019年のデビュー以降3年連続で OPS9 割以上記録してきていて、またここ2年は MVP 投票トップ5に入るなど、キャリアのどこかで1年間健康にプレーさえできれば、いずれは MVP にも輝くことでしょう。複数回の MVP だって夢じゃないはずです。そのステータス自体は多分今後も変わらないとは思いますが、ただこれから10年15年と続くであろうタティスジュニアのキャリアが禁止薬物使用の前科者として扱われることになってしまい、まあある意味彼のこれからの活躍がディスカウントされる、数値通りには評価されなくなることが自業自得とはいえ残念極まりない。殿堂入りだってあり得るレベルの選手だと思っていましたが、その可能性もほぼついえたでしょう。球界の若きスーパースターという立ち位置を自らの手で怪我してしまいました。そして同時に懸念されるのがパドレスへの影響ですが、今季のパドレスはタティス抜きでここまで64勝51敗、ワイルドカード3枠目を保持していまして、今のところタティス不在が致命的な影響をもたらしているわけではありません。
残りの対戦相手の勝率からしてパドレスのスケジュールものすごく緩いわけでもないですが、かといって厳しすぎるわけでもなく、タティスが入る予定だったショートのポジションでは今季キム・ハソンが DRS プラス7、UZR プラス 5.4 と安定感のある守備を見せているため、タティスがいないからといって戦えないことでもないでしょう。マニー・マチャドもタティスは今季ずっといないけどチームはここまで来ることができた、ワールドシリーズ進出、サンディエゴに優勝を持ち帰る目標は変わらないと冷静なコメントを残しているあたりからも、今回のタティスの一件が今のパドレスの戦いぶりに大きな影響を与えることはおそらくほとんどないのではないでしょうか。今季のこれまでと変わらないといえばその通りです。ただ影響しないからといってタティスがいた方が良かったというのもまた当然ながら事実ではあります。そらどこのチームであってもタティスクラスの選手の復帰は大歓迎だと思いますが、今季のパドレス攻撃陣の成績を考えればなおさらです。フアン・ソトやジョシュ・ベル、ブランドン・ドルーリーを加え、トレードデッドライン前後で大幅に打線のアップグレードに成功したパドレスでありますが、野手陣全体での WRC プラスは99とまだリーグ平均程度。まあここはソトやベルなどの活躍で今後上がることに期待ができそうですが、タティスが入るはずだったショートのポジションに目を向ければ WRC プラス86は MLB17 位、キム・ハソンがめちゃくちゃ頑張っているとはいえほぼリーグ平均程度のバッティングですので、やはりタティスがいるといないとでは大違い。またキム・ハソンの守備の存在感もあってタティスの外野起用も予想されていましたが、トレント・グリシャムが苦しむセンターに多少なりとも入れればこちらも大きかったはず。パドレスセンター陣の WRC プラス85は MLB19 位、パドレスはここにタティスが入ることも想定してトレードデッドラインでセンター補強していなかったと思いますので、タティスがいない今ウィル・マイヤーズしか他に現実的なセンターのオプションがない点も少々苦しいですね。ということで球界中に衝撃を与えた今回のタティスジュニアの出場停止、彼のパドレスでの今後がどうなるかもまた気になるポイントではありますよね。先のバイク事故も含めチームとの信頼関係には相当な傷が入っていると思いますし、パドレス編成トップの AJ プレラーもタティスについてオフのバイク事故の件から彼が成長していなかったこと、ここ6ヶ月7ヶ月は信頼するに至っていないことなど、編成トップが一人の選手に対して残すコメントとしては厳しいものになっていますし、またチームメイトのマイク・クレビンジャーも勝つために必要な人間はもうここに揃っていると、こちらも厳しい一言を残すなど、タティスが戻ってきた時にチームやチームメイトたちからの信頼を再び勝ち取るのはなかなか大変そうです。プレラーも怒りが伝わる声明を出していますが、パドレスがこれからタティスをどう扱うのか、まずないとは思いつつも信頼関係の構築が困難とプレラーが判断すれば、そう遠くない未来にタティスの放出にも発展しかねない一件だとは思います。自身の行動から示すしかないとプレラーもコメントしていましたが、タティスがこの後信頼を回復するに足るだけの行動を果たして示すことができるのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。